失われた4年間の真の意味。そしてそれは再び始まろうとしている。言ってはいけない話。2> 月2回、東京都のとあるホテルの一室で、米軍のトップと日本の官僚のトップが未来の日本について話し合う日米合同委員会というものが存在します。これは戦後、日米地位協定によって設置された機関で、 事実上首相官邸よりも上にあると言われているかの国からの指示を官僚たちに伝えていくまあそういう組織があるんですよで実はこの組織の一員に厚生労働省の某課長が参画していることが判明し大騒ぎになってます一応感染症対策のためという名目らしいんですけど皆さんこれ何か感じませんかとそう次のプランであおい お、言うなよ、混ぜた。プランデミグラスソースが、具が大きい,いや、カレーだわ、それ。このね、プランデミグラスソースを、ついにあの国主導でまたやろうとしてると。その証拠なんじゃないかって言われてます。考えすぎだと思います。考えすぎだと思いますけど、皆さんどう思いますか ?2019 年から始まった、例のお祭り。コロスケ豚ゴリラ、キテレツ祭祭りあるじゃないですか。豚 まあ、この4年間って、まあ、いろんなことがありましたけど、真の目的って皆さん気づいてますそれは、我々日本人に奴隷根性を植え付けるっていうものだったんですよ。思い出してください。顔につける。まあ、おいお前絶対言うなよ マミーポコがセーフセーフ,セーフ。変態大国や、ここは。顔につけるマミーのポコですよ。最近はちょっとずつ減ってきましたけど、でも、未だ飲食店や宿泊業の人たちって、これもう絶対に強制的に、 ポコらされてるじゃないですか。そして医療機関では、ポコってくださいねって言ったらみんなポコるじゃないですか。これね、要するに上からの指示をどれだけ聞くかっていうリトマス試験紙であったと。そしてこれ4年間かけて、もともと従順だった我が国民たちを完全に飼い鳴らすことに成功したんです。ちなみにこれが成功しているのは、 日本だけですアジアのあの国もあの国も一切こんなことしてないんです。じゃあなんで日本だけって話なんですよ。 それがあの国が我が国を恐れている理由って話。まあ日米地位協定によってこの日米合同委員会作られたという話しましたけどもともとは日本が戦争に負けて GHQ が日本に入ってきた時からこのプログラムは始まっているのです。GHQ は軍国国家だった日本のいろいろなことを変更していきました。例えば宗教や教育や物の考え方まで全て一新させたわけです。それは WGIP っていう。 IWGP みたいな名前のいるこの枕言葉。日本人弱体化計画っていうものがあったわけですよ。このプログラムによって教育機関では日本が過去どんなひどいことを世界各国でやったのかということを嫌というほど植え付けられ軍人の話や戦争の話を口に出すこと自体が悪であるっていう教育にしたわけですよ。これ何のためにしたかっていうと報復を恐れていたっていう話なんですよね。日本って世界で で唯一原子爆弾を落とされた国ですよね国際法上軍人が軍人に対して攻撃するのは認められてるけど一般市民に対しての攻撃は認められてないんですよこれ完全なる国際法違反実は世界で唯一原子爆弾を落とされた私たちは世界で唯一原子爆弾を使用して他の国に報復する権利があるって言われてるんです 実はこれをあの国は恐れているんです。戦時中、日本は核兵器を開発成功していたって言われてる。でもこれ敗戦の土さくさで、当時のソ連に全てを奪われてしまったわけなんですけど、今国内には原子力発電所がたくさんあって、プルトニウムをたくさん保有してるんですよ。実はこのプルトニウムを使って原子爆弾、 1> 1ヶ月以内に作るることができるってて言われてます3.11であの発電所が問題を起こして以来日本全国の原発未だフル稼働されてませんよねでもじゃあなんで廃止にできないのかって話それが潜在的核保有っていうことなんですね日本はいつでもそれができるとでもそれを完成させてしまえばあの国に対しての報復ができてしまうだからその時のために日本人が決して あの国に逆らわないように戦後びっしりとそういう教育がなされてきたんです。そしてそれはこの2019年から始まったあれに関しても同じで日本人が従順で羊で目覚めない国民にするために実はあの機関が設けられたという説があるんです。ひるがえって今回この委員会の組織の中に厚生労働省の課長が加わった。これ 実は次なるものが仕込まれる合図なのではないのか と、私は考えざるを得ない。まあ、過去日本って世界最大の領土を持ってたんですよ。海洋面積だけで言うと世界の3分の1を持っていたと言われている。これ歴代の帝国国家の17位の領土なんですよ。でもこれね、上16位は全て過去の国です。一番近代で領土を持っていたのは日本なんですよ。ちなみに17位って言いましたけど、18位があのローマ帝国です。どんだけ広大かわかりますよね。それぐらいポテンシャルもあって、 そして今すぐに核を作れる技術も材料も揃ってるとでも魂がないんですよ我が国には それはすべて抜き取られているからなのです。最近あの、暴露系 YouTuber に、まあ、実刑が課されそうだって言って話題になってますよね。まあ、ある有名芸能人に対して、何回も何回も、まあ、暴露するぞと、まあ、いうことをして、まあ、精神的苦痛を与えたっていうことなんですけど、執行猶予なしなんですよ。いきなり実刑って言われてるんですよ。でもこれには裏があると思ってる。確かに彼もやりすぎましたが、彼は、 アイドル事務所 J の闇や、それから現在政府中枢にいる某政治家、そして巨大企業家のカードマン、まあ彼らの闇を暴こうとしたんですよね。その結果どうなったのか。まあこういっちゃなんですけど、超重量犯罪者級の国際手配をかけられて、 日本にに帰国しししたた途端に捕まままってしまい何まとしても彼の口を封じたかったと思わざるを得ないわけ。で、これなんでここまでしたのかっていうのは実は亡国の指示なんですよね。まあ彼国会議員だったじゃないですか。忘れてますけどみんな。ね、あれでやりたかったことっていろんな隠されてることを暴露することだったんですよ。これねみんなゴシップだって思ってたんですけどそれだけじゃなかったんですよね。実は現在日本の政治が抱えているとんでもない闇すらも暴露しようとしていたと。そしてそれは亡国と 我が国の政治中枢が繋がってるっていうとんでもない証拠なわけですそしてそれは戦後から続いている弱体化プログラムこの全てを暴露されてしまってはたまらないから彼から言論を奪ったんじゃないのかそれは やはりあの国は我が国が目覚めるのを恐れているって話なんですまあ過去多くの政治家があの国に逆らおうとして政治的失脚をさせられたりなんなら命まで取られたりしてますよね彼らは実はこの報復の権利を取り戻そうとしていたとも言われています日本を取り戻すって言ってたあの人日本を取り戻すってなんやねんってあの時思ってたけどこれ今まで聞いた話をようやく するとすっぽりそれに当てはまるって話ででも彼はどうなったのか思い出してくださいあれ誰がやったんですかあの奈良県の2世の男性がやったんですかいや違うでしょこれどう考えても某国が動いているんです日本だけですあの男性と母親の宗教的諌かいで起きたってしてるのはこの国だけなんですでもそれすらも私たちが目覚めさせられないように 巧妙に仕向けられたメディアの罠であり、戦後、そして未だに続くあの教育の賜物なんです。私たちはあんなことされたのに、あの国に対して未だに憧れを持っちゃっているんです。もちろんあの国は素晴らしい国だし、素晴らしいものもたくさんある。でも実はそれ単なる憧れじゃないんだったらどうしますかこれ戦後から私たちが刷り込まれてきた話だったらどうしますか そう考えると、何もかもが怖くなってくるのです。まあ、戦後ね、例えば、ナンバー歩きっつってね、武士の歩き方を通常の動きに直されましたよね。あと、体育座り。ね、あれも本当は油かいて座ってたのに、日本人を体育座りさせることによって、お腹のね、気を、まあ、みなぎらせないようにしてるっていう話があるんですよ。そもそも気分の気という字を、米という字から締めに変えたということからも、日本の気、これめちゃめちゃ恐れてるんです。でもね、僕は言いたいんですよ。 これ切ってね、あの人たちからダメだよって言われて消えるようなもんじゃないはずなんですよ。それはいつだってそこにあると。でもそれ使うか使わないかは私たち日本人次第で、その機会を確かに奪われたけど、私たちは今からでも目覚めることができるはずです。今年の夏に例の条約が締結されて、日本も憲法を改正されて、みたいなやばい動きに今なっていっていると。そしてこの下部組織に例の厚生労働省の 課長が入っちゃったという事実。まあ近く総選挙もあるって言われてますけど、今まで通り同じ投票してたら同じ国にしかなりませんよ。もしあなたが一つでも二つでも不満があるんだったら、いつもと違う行動をしてみることが必要なんじゃないでしょうか。歯並びからの 提案でした。じゃあ聞かないわ。聞けよ、それは。ということで、ハロー YouTube、下根塚さんのニュースの猫側にゃ、日もレトープかやめでューお送りしました。あの、大人気 YouTuber のトゥーランド Vlog っていう、トゥーとランドがやってるチャンネルあるじゃないですか。あのね、いわゆるファンの人たちのことを、トゥラ中っていうらしいんですよ。で、僕ね、あ、トゥラ中学校かなでってもう、めんとこ中だよつって、俺かのっ中だよあの中では題。事。おみそんのリスナーものっ中ってことにしてもいいですか 私がもし北朝鮮の総書記に、お互いのためにも韓国と平和的解決したい。それと北朝鮮国民が平和で豊かに暮らせるように国を変えたい。ただ、妹を納得させることが一番困難だろうけどね。ネズミランド総書記なら。ははっいけるいける最後ちょっとアメリカンジョークみたいな感じになってないこれ。まぁ、あ、ちょっと滑ってますけど。ははってことはっ how <laughs> you